どうも、おはようございます。それでは FX の講義の方進めてまいりたいと思います。1月8日から12日の2024年の2週目ですね。こちらの方のファンダメンタルの方から見ていきます。まずファンダメンタルを測るためにはカレンダーを見ていこうかと思いますので、いつものね GMO 外貨の方から経済指標カレンダーをチェックしていこうと思います。こちらの方ねご覧ください。まず6日7日は休みになってで、そして月曜日なんですけども、日本が休場になってますよね。で、こういう場合はトレードしないのが望ましいです。もちろん、XM 証券をお使いの方とか、海外の口座をお使いの方っていうのは取引できるんですよ。うん、やっぱりドルが動いてますしね、その他の市場ってのは動いてますから。ただやっぱりね、日本の市場が閉じてるってことは、どうしてもテクニカルがアンバランスになるんですよ。ですんで私はもうこういう時は割り切ってやらないっていうのが正解だと思っております。もちろん、やるのは構いませんけども、難易度はかなり上がりますんで、うん、やっぱりお勧めしませんね。ということで、月曜日の放送はしないということになっております。もちろんね、1本ぐらいするかもしれませんけども、あんまりね、細かい放送がないと思ってください。で、その他の材料は特にないかなということですね。そして火曜日です。8時30分から、まずは CPI がございます。まあ、これもね、あんまりね、市場には影響がないのかなと思いますけども、だいたい火曜日の10時ぐらい、9時とか10時ぐらいに、相場解説を1本出させていただいて、そして午前中でテクニカルの動きを見ていくと。寄り付きの方はね、1週間の動きを決めますんでね、そちらの方をチェックしていただいて、チャンスがあるようでしたら午後から1エントリーでも2エントリーでもね、かましていきたいかなというところです。で、火曜日はそのまんま、アメリカの材料が22時30分に貿易収支が出て終わりということになりますね。で、水曜日です。水曜日は果敢にエントリーしていってもいいと思います。貿易収支もね、それほどまでに強い影響はないと思いますし、8時半、朝の日本からのこのね、経済指標っていうのはもう特にテクニカルに影響を及ぼすものではありません。ですので、水曜日は朝から仕掛けていきましょう。できれば9時あたりからもうエントリーしていってもいいんじゃないかなと思います。そのまんま、1日中何にもないまま終わりますね。アメリカからちょっとね、BMA とか出ますけども、まあ、ほっといていいでしょう。はい、そして木曜日ですけども、木曜日もトレードが結構しやすいテクニカルの日だと思います。ですんで、火、水、木という感じでね、トレードはしていってもいいんじゃないかなと思いますね。で、木曜日の夜には大きな材料がアメリカの方でバーンと並びますんで、ここで一旦テクニカル相場は壊れます。で、金曜日は単体で午前中に様子を見て午後から仕掛けていくって形になりますけども、火、水、木でね、うまくエントリーができなかった方は、金曜日は難易度上がりますんで、もう見るだけにしといてください。火水木で幾ばくかの利益を出した方っていうのは、金曜日を挑戦の日の一日にしてもらいたいと思いますね。はい。日本からの材料結構出ますけども、それほどまでに大きく相場に影響はないでしょう。で、夜ですか。まあ、アメリカの方でもね、いろいろと材料出ますけども、まあ、この頃には私たちはもうすでに、エントリーの方っていうかね、相場の方を閉じてると思いますので、安らかに金の夜から土日というふうに過ごすと思います。はい、もうちょっと先に進めてみましょうか。第3週目はどうなるかなってことなんですけども、今度はアメリカが休場ですね。ですんで、1月15日は今度ね、アメリカがやってませんから、やっぱりこの日もちょっと観察するに留めておいた方がいいかなと思います。で、火曜日から普通にテクニカルでエントリーのチャンスが来るかなってところですね。まあ大体カレンダーを見ながら考えていくのはこんなところじゃないかなと思います。それでは。